梅根先生すいません、じゃあスノーさんの、はい、原稿を見てもうて簡単な感想とかを述べていただけますでしょうか。まずドーンと出てるネズミの話な、ネズミのキャラなんですけど、ちょっとやっぱりね、これもちょっとまああれ可愛くないんですけど、鼻を意識した方がいいんじゃないかと個人的にはちょっとする。ネズミっぽくした方がいいですね。そうね、やっぱり鼻があって可愛いかなという感じなんでね。はい、じゃあ次のですね。これ漫画始まったわけなんですけど、はい、最初にここはどこなんだという状況のコマをやっぱり入れた方が分かりやすいかなということですね。はい。であとは細かい手の指の表情とかでこう進んでいくわけですけど、こういうまあここの中はこうなってるよという、例えばこれやったら黒板の上にスピーカーがあるのはおかしいんではないかみたいな話になってしまうんで、ちょっとまあこれぐらい引いて書いた方がいいんじゃないかなと。はい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 、あと表情は大変良くなってるので。もうちょっと手短でまとめていただいた方が。ああ、そうですか。長くなっちゃう。長くなりますね。で、眼鏡の時はもう眉毛を描いた方がいいんじゃないかと。で、ちょっともうちょっと背景の説明も入れた方がいいんじゃないかな。全般にね。ええ。で、これだいぶ良くなる。で、この子もね、いい表情してるんですけど、手を額に当てるとやっぱりかなり猫背になるというか、こういう感じになると思うので。まあちょっとデッサンで習ってもらった方がいい。距離感もね。はい。はい、でまあネズミの話なので洋館の方がいいんじゃないかなという、洋風の建物ですね。そうですね、いわゆる壁があると。あとちょっと全体的にこう左に傾く、ちょっとその癖がある、ね、癖がある。でこういうところはネズミを手前にドンと書いて、はい、で見てるネズミの視点に立つという、ね、そういうのが面白いですね。でここからネズミの話になるんですけど、これ新聞紙か雑誌かをなんかを持ってリアカーの中に入れてるんですけど、リアカーの大きさがこれだとしたら雑誌はこれでネズミはこれぐらいの大きさなんで、ちょっとサイズ的に合わないかなと、まあこれはまあファンタジーなんでいいのかなとも思うんですけどね。全体のなんかトーンを合わせとかないとあかんという、ね、そうですね、はい、うん、まあこれは可愛い話にずっと発展してるんですね。はい、でそこも大体ファンタジーの話、ファンタジーで可愛らしい、まあ現実に戻っていい表情で、推移、まあ顔の表情はそれはだいぶ良くなり、人物の表情ね、それはいい、声生き生きしてきましたんで、まあこの辺のね細かいところやけどファスナーとかちょっと細かいところはもう少しちゃんと書いていただいた方がいいかもしれないですね。まあいいんじゃないですか。これも丸ですね。これも丸。これもまあ。火がついた方が安定するかなと思ったんですけど、こういう格好になる時もありますから、なかなか努力してかけてるんじゃないかと思い、もうちょっと線を整理した方がいいかもしれない。全体的には人物の表情は非常に良くなっていってると思います。はい、どうもありがとうございました。はい。